中国の最低標高地点を示す地球儀型のモニュメントアイリンコは中華人民共和国新疆をウイグル自治区のトルファン盆地にかつて存在した湖。トルファン盆地の南側奥地にあり、北約 35km の距離にトルファンがある。湖の大きさは東西方向に 40km であり、南北方向に 8km である。 かつての湖面積は200平方キロメートルだった。湖面標高はマイナス154メートルで、中国の最低標高地点であり、マイナス418メートルの視界、マイナス214メートルのガリラヤ湖、マイナス155メートルのアッサル湖などに次いで標高が低い、自然地形とされている。雪解け水が流れ込んで蒸発するまでの短期間を除き、現在は、 完全に干上がっており、非常に潮旅が強い。古代には、里藤白区間という名称で知られていた。流出する河川がないため潮旅が強く、湖の周囲にできた白おの層が光を反射することから、アイデンという湖の名称は、ウイグル語で、月光の湖を意味している。二億四千九百万年前、ヒマラヤ山脈の作り山運動によって、湖が形成され、 かつては、面積500万平方キロメートルの内海だった。1948年の冬には、湖の収水域は、山からの雪解け水に橋を発する真水で満ちており、豊かな水量の地下水も存在した。当期には高地に利用する、灌溉用水の水量は少なく、水位は高かったが、夏季には、かなりの量の自然蒸発に加えて、農業用の灌溉用水が増加し、 その結果水位が低下した。一帯における農業の拡大や湖水利用人口の増加などの理由が地球温暖化の影響と相まって1958年には湖面積が22平方キロメートルまで縮小した。2000年にはわずかに湖水が残る南西の一部を除いて湖は完全に干上がって塩田となった。湖の中央部はシルト層の湿地となり、 もはや湖特有の鳥類は存在しない。太陽光が強い時にはしばしば新気楼が見られ、湖の傍らでは眺めの良い観光ツアーが企画されている。2011年7月にはアイディン湖付近の気象局で摂氏50.2度を観測し、非公式ではあるが中国国内における歴代最高気温記録を更新した。ありがとうございます。